20 Small Mazes というゲームです。無料のゲームですね。Steam でリリースされました。Click and drag with mouse to move mazes。動いた。Click on a maze to start solving it。なるほど。これ下に行っちゃうとニューゲーム始まっちゃうのか。Move the game menu game move the game menu out of the way to continue。 じゃあこれでいいのか。外出られなかった。20個の迷路があるのだろうか。あるんだろうけど。セーブ123。やば。1回しか壊せないとかあるのか。オールドメイズセーブ。なんか変だねこれ。プレススペースとフォロー。ああ。あはは。このまま解ける。どこ行ってんだ俺。戻ってない。戻ってないんだ。進んでんだこれ。さっきここにいればよかったのね。消えた。20個の本当にバラバラに迷路があるよってことなのか。セーブ1から始めたのがちょっとよくわかんないけど、セーブ1でやってますよっていうだけなのかな。これは4回壊せるよ壁を。ゴール前がやばいので、外壁を壊すみたいなのはない。No. これでいいね。クラウドデイ。雲が、真裏から出てくる。ジェットストリームを思い出すね。だからこれすればクリアだ。オッケー。見た目がすごくいいね、なんかこのゲーム。やってることのわけわからなさ。Dig halfway to the X。これは上がないからわからん。ギ。コンビネーションボルト。
ゴールに何をしたいんだっていう。なんか、なんだこれ。この空間になんかあるんだけど。1,2,3,4,5,6,7,8。なんだこれ。4っていう数字か。ここにこんなのがあるね。ここに4がある。3かな。いや。1かな。9かな。5か。5だと思う。OK。おもろい。おもろい。なんかもう本当に、アイディアだけをこう、なんだろう。受け取っているっていう感じがして、すごいいいね。Buried treasure. There should be a map around here somewhere. There's space to dig. 宝がどっかにあるよと言ってる。これは、まともにやるやつなのかな？宝ってこれだけど。よくわかんないけど終わっちゃった。これが宝箱と重なればいいかな。なんかこれの裏に宝箱あればいいんかなと思ったけど、なんか全く関係なくクリアしちゃったな。どういうことだ？ちょっとこれわかんないね。なんかトレジャーが、これか？これとこれが関連づくんじゃないか。ほっといてもいいかもしれないやつ。グラビティポイントダウン。なるほど。この辺から迷路になるな。それでもサウル判定になる。いやー、わかんないかも。触った面が下になるんだよね。どこに行きたいのかがわからないとむずいな。ゴールがここなんだから、ここに向かって落下している状態だから、ここに来たいんか、私は。ここに来るってことは、ここに下向きになってればこうやって来れるから、だからここに入ればいい気がする。これって、じゃあ、これでいけてんのか？いけてるのかもしれん。前半終了だ。後半ね、ここに行きたいんだろうなーって感じするでしょ？で、ここに行くには、ここに行かないとダメね。こうやって来ないといけないから、ここに行きたい。ここに行くには、ここで下に入れって感じだから、ここで上向きになってる、ここに入ればいい気がする。ここに触る、ここに行け。これに触れ。じゃあ、これで逆になってから、これで逆になってから、ここに触って、何をするって言いました、私。これをこうして、こうすれば、自動的に、こうなって、こっち入れば、こうなるから、
こっち向いて、こうなるよ。面白いっすね。You are the maze. おー、やってる。やってる。あー、これ以上上にはいけない。最初は素直にやればよかったかな。でもお互いに出られるってなるとこういうところが通れるのか。うえ、これで上が入っちゃったよと。あー、出てきた。そしてゴールを触ればよい。OK。おもろすぎるだろ。This is how you build the game. 今、こんだけ解いたってことかな。面白い面白い。The exit is like right there. 出口はここにあるのだが、私は一つ飛び。ああ、そうか、そうなっちゃうか。わーお。壁に向かって、なんかその、より、よし、ん?押し付けるみたいなことができないっぽいね。うわー、ずれがあるから、わかんなくなっちゃうな。これ行くと戻されちゃうね。ここに、どこに行きたい?この辺通ったって、あ、だここから上に行けばいいのか。ほんと?できますか?こっち側からこうやって上に行ってもよかった。いや、ここは行き止まりだからな。ここに来たらこうやって、いや、でもどうせ行き止まりだな。ここに行くんだと思うんですけど、ここにいろってことですけど、どうやってここに行きます？無理じゃない？強制されちゃうんだもんね、この場所に。ここか、ここにいればいいと思うんですよね。ここには来ることはできない。いやー、何もできないかな。
できた。こうだ。ここ見つけてなかったね。ここがここだと思ってた。ここか。いや、そう。パッと見壁じゃんが壁じゃないんだよね、これこう。気をつけてはいたけど、ハマってた。オッケー。うん、そこだけだったね。進捗あり。RYB。スペースとローテート。ゴールから見た方がいいのかな。ここにいればいいんだ。合ってるこれ。こうだこうだ。なんかこんなパズル子供の頃持ってた気がするな。さて、すげえ変なのありますね。My six year old drew this puzzle. 6歳の子供がこのパズルを作りました。シールドソード、マジックポーション。どうやってやるんだこれ。スタート、put your mouse here to begin. あ、動いてる。あ、ぶつかったらダメだ。シールドがそっちにあるな。ゴールに行くには右上にゴブリンがいるから、そいつはソードとシールドが必要。それができるとマジックポーションを手に入れることができて、マジックポーションがあると出口の火山を触っても大丈夫になる。子供の頃メール書くよね。私も書いてたな。方眼紙ノートが紙で紙で仕方がなかった。誰かに遊ばせるわけでもなく、ずっと一人でやってた。怖い。ウィンを倒す。これでゴールまで行けばよいはず。怖すぎる。ぐえー。ヘアピンカーブ。イライラ棒系のゲームってさ、イライラ棒っていうのが今の子に通じないと思うんだけど、じゃあなんて言えばいいんだ。もうだからローグライクゲームとかと同じ、イライラ棒ゲームっていうふうにもう名前ついてていいと思うんだよね。ローグをやってる人いないでしょ、現代で。俺もそうだし、知らないし。でもローグライクという言葉は生きている。それと同じだ。イライラ棒ライク、イライラ棒系ゲームっていうのはもう名前が生きている。
と思われます。世界ではこれなんていう名前なんだろうな。ふう。ノーエスケープ。リード。ザ。アンユーズドレターズ。プレスジエスケイウキマジで？ああ、出た。普通、おさんやろだもんな。エスケープキーなんてゲームやってて。面白い、面白い。ハングリースネーク。イートオールロッツ。それね。ってことは、あ、それ OK。何も後先考えずにこのサイズになったけど大丈夫だったのかな。いや、まあここまではそれ全部取らざるを得ないか。きついよね。先にここ来るべきだったんだね。むずくね？ここは長さが4になるまでに来ないといけなくて。ここも割と短い間に来ないといけないんだ。一番短い間に来ないといけないのはここ。次にここ？こんなのいつ取るんだ？これも4以内だから今じゃないか。で、これを取らずに、これも取らずに、なんかこの辺に行っていい感じにして帰ってこい。いや、迷路だね。そうか、スネークの概念が出てくると、ただの一本道が迷路になる。これギリ足りた。ギリ足りたってことはここまで合ってんじゃない？合ってんじゃない？で、これを取るとなんかここやばそうなんで、取らずに、ここを一筆で駆け抜けたい。いけたよ。スネークというよりなんかミミズに見えますね。カン・オブ・ワームホールズよりはだいぶ見やすくていいね。グロくなくていいです。OK。まあ、半分超えたなぐらいですけど、一旦ここで次回に続くのだ。